はい、こんにちは、ブルーホースです。ハーバード心理学39日目やってまいりましょう。39日目のテーマはですね、こちらですね。バン。可能性を信じるということです。はい。まあ、結構議論される話で一つあるんですけれども、まあ、大事なのは、結局自分の持っているスキル、実力が大事なんだっていうのか、もしくはそれを使う、どういう使い方をしたいのか、なぜその考え方を持っているのかっていうマインドの部分ですよね。で、今日はどちらかというと考え方の部分に着目して話をしていこうというふうに思います。自分には何ができるのか、その可能性はそもそも秘めているのか、でそう思った方が、要は自分にできると思った方がいいのかとか、その可能性を持っているって思う方が成長ができるのか、それともいやそんなことはエソロゴトだよっていう風にできないのか、この話っていうのは子育てとか部下育成にも発展して使えるお話になっていますので、ぜひですね、まあ、自分が自分のことをどう捉えるか、人生が決まるんだっていう視点も交えて、ぜひ聞いていただけたらと思います。はい、ということでですね、心理学者のキャロル S ドゥイック心理学者のキャロル S ドゥイックさんが、こんな話をしてました。2つの思考ということで、まあ、固定型思考と発展型思考というお話をされてたんですが、何かというと、固定型思考っていうのは、まあ、私たちの能力、まあ、身体能力ですね、運動するための能力とか、あるいはコミュニケーションといった対人スキルに関しては固定的なもので変えることはできませんっていうことを言ってます。で、添付の際、まあ、もともと持ち合わせている才能さえあれば、学校や仕事やスポーツ、まあ、さらには人間関係においても成功することはできるし、逆に言うと、もともと持ち合わせた才能がなければ、まあ、能力不足で、永遠に成功することはできませんぜと。つまり成功するかどうかっていうのは、もともと決まってる運命なんだっていうふうに思い込んでいるという思考のことを固定型思考というふうに言います。で、その一方で発展型思考っていうのは一体どういう考え方かっていうと、まあ、私たちの能力っていうのは柔軟で、まあ、生きているうちにそれを上げることはできるんだぜっていうことを考えていると。で、私たちは何らかの能力を持って生まれるんですけど、まあ、成功するために必要な、まあ、時間と労力っていうのをかけて成長していかなければならないと。要は自分のその持ち合わせている能力云々よりも、それをどうにか成長させていって能力を高めていくことが重要なんだっていうことが発展型思考という考え方になるんですね。まあ、端的にまとめると、そのままか成長するかっていう考え方ですね。で、これに関してとある実験を行いました。これはですね、小学校5年生を2つのグループにまず分けます。で、たった一言の言葉がけによって、子どもたちが固定型思考にも発展型思考にもどちらを植え付けることができるっていうことなんですね。で、実験の過程と結果についてなんですけれども、持って生まれた能力を褒められるよりも、努力したこと自体を褒められたグループの方が、同じ課題を与えられたとしても長時間取り組んで、さらには解決する確率が高かったし、しかも解決するその取り組みに対しての幸福度っていうのも高かったっていうことなんですね。どういうことなのってことなんですけど、実験結果を見て、要するにですね、私たちが普段口にする言葉が人に対して大きな影響を与えてしまうっていうことが分かったってことなんですよ。だから何かっていうと、褒めるべきは持って生まれた才能とか能力ではなくって、子供たちが頑張って身につけようとしたその取り組みそのもの、努力を褒めるべきなんですね。つまり具体的にどういうことなのかっていうと、テストの結果を持ってきた子供に対して絶対やっちゃいけない褒め方っていうのは、ちゃん偉いね、君は天才だっていう元々の頭の良さを褒めてしまうということなんですよ。そうすると、自分は頭がいいから勉強しなくてもできる子なんだっていう風に捉えてしまって努力を怠ってしまうと。一方で、丸、こういう褒め方をしてくださいねっていうのは、 B ちゃん毎日勉強頑張ってるもんねと、なんか才能賢いかどうかっていうことじゃなくって、そもそも高得点を取る叩き出すための勉強していること自体、努力自体を褒めるっていうことが非常に大事だっていうことが言えるということなんですね。つまりこういうことを褒め、こういうことを言いたいということになります。でですね、
今日は皆さんに対しての問いかけっていうのはこんなところですね。あなた自身が時間とか労力をかけて身につけることができた能力とか出すことができた結果っていうものにどんなものがあるでしょうか。例えばスポーツのスキルですよね。全然シュートが入らなかったのを毎日毎日何千本何万本ってシュートを打つことによって人よりも確率高く本数多く入れることができるようになったとか、試験でいつも50点60点しか取れなかったのがいつも以上に勉強した結果80点90点とか資格試験なら合格をすることができたっていうようなお話ですね。でそれらっていうのはどうやって身につけることができたり、あるいは結果を出すことができましたかね。どんな過程を踏んできましたか。どんなことをやり続けてきたでしょうか。はい、っていうことをぜひね自分に問いかけて、変わってきたんだ、成長してきたんだっていうことをぜひ思い出していただきたいという話になります。で今日のワークになっていくんですが、自分の偏見を破るということですね。でなんとなくなんですけど、自分がどんな才能や能力を持っていても、人っていうのはどのあたりが限界値、まあ、ここまでが精一杯かなっていうのは実は把握しているんですよね。でどういうことかっていうと、まあ、1キロを走るにはこのくらいのタイム、人によっては3分半とか、いや俺は6分くらいだなとかっていう限界をしている。でベンチプレスなら上げれるのは80キロが限界とか、お金を稼ぐ力だったら、まあ、年収500万円くらいかなとか、あるいは性格に関してだったら自分は怒りっぽいとか優柔不断だから、こういう状況だったら怒りが爆発してしまいそうだとか、あるいはこういう選択肢を並べられたら迷っちゃうとかっていう風に、自分のどのあたりが限界なのかっていうのは大体把握できてるんですよね。で自分っていうのはこういう人間なんだっていう風に思ってしまうと、それを変えてみたりとかひっくり返したりすることっていうのはなかなか難しくなってくると。でぜひ思い出してみていただきたいんですけど、幼い頃に自分だけではなくて誰かが言ったこといや、それに対して自分が思ってしまったことによって自分の能力とかスキルを低く見てしまうようになった経験っていうのはないでしょうか。例えばどういうことかっていうと、お兄ちゃんなんだから我慢強くなりなさいって言って我慢強く育てられる、要は本当は怒り爆発して怒りたくて仕方ないけど怒れない性格になってしまったとか、で人前で話そうとすると緊張してしまうとか、あるいはお前は全然野球するのに向いてへんなって言われて野球を諦めたとか、ね、そうした経験っていうのをちょっと5つですね、書き出してみていただけたらと思います。でもし詳しく思い出すことができるんだったら、まあ、そう思い込むことになってしまった具体的なエピソードっていうのも、まあ、当時言われたり思ったりして本当にそうなんだ、野球向いてないんだとか、お兄ちゃんだから我慢強くならなきゃいけないんだって思い込んでしまったけど、まあ、その具体的なエピソードを思い出しながら、今でもそれは本当なことなんでしょうか。あなたには野球の才能がないんですか。お兄ちゃん、あるいはお姉ちゃんだから我慢強く生きなきゃいけなかったんでしょうか。ね。で、もしかしたら今から考えてみたら、単に人からの思い込み、偏見を伝えられた、あるいは自分がそうだって思い込んでしまったからっていう、今に至っている行動しなくていいよっていう安全圏にいようとしてるだけなんじゃないかなっていうお話なんですよ。なので自分がやってみたいなって思っていたことをもっと得意になろうとか、やってみようとか、成長しよう、変えていこうっていう思いの邪魔になっている過去のあなたを閉じ込めてしまう言葉とか思い込みはなかったでしょうか。でそれらの解釈を変えていくことで、本当はやってみたかったとか、試してみたかった、成長させてみたい、変えていきたいっていうことを、今日はそのエピソード、自分を閉じ込めてしまうエピソードを思い出すことによって、今この時点で解釈をどうするかことによって変えていけるか、その閉じこもっている、まあ、例えば鳥かごから抜け出すことはできるかっていう、そういうきっかけっていうのをぜひ作ってみていただけたらと思います。でこれ何をするかっていうよりも、何があなたを閉じ込めているか自爆しているかっていうことを考えないと、いざこれやってみようって思って走り始めてみた瞬間にガチャンって足を引っ張られるとか閉じ込められているっていうことに気づいて、実際に羽ばたく
くことができないっていう結果になることもありえてしまうので、まずは何があなたを閉じ込めているかっていうこと自体を思い出すことから始めてみるのが大事になります。なのでこのワークはまずはあなたを閉じ込めている正体って何なのかっていうことを探すところからワークとしてやってみてください。でですね、当然なんですけど、あなたが変われば世界に対しての見方が変わるんで世界が変わります。例えばあなたがとある夢を持っているとします。でその夢を本気で叶えるんだって言い続けてみてください。で思い続けてみてください。で初めのうちは周りはそんなの叶うわけないやんけ、何アホなこと言うてんねんっていう風にバカにしてくると思います。でところが同じことを言い続けているうちにあなたは行動し続けて、いざそれが叶う直前まで行ったとしたら、あなたの足を引っ張ろうと無駄な努力をしていた人たちっていうのはいつしかあなたのファンになってるんですよ。もう頑張れって、応援するから、できることがあったら言って手伝うからっていう風になってるんですよ。で途中で足を取られて、そのお前なんかにできるわけないやんけっていう風って足を取られるから夢は叶わなくなってくるんですよ。だったらもう足を取ってくるやつごと引っ張る力で、あなた自身の夢を叶えるための力で爆走していきましょうよね。でささやかながら僕自身は自分の夢を少しずつ叶えてくることができた身なので、まあ、少しちょっとね今日の話に関してはもう叶えましょう、爆走しましょうっていう風に偉そうにちょっと大げさに言ってみたんですが、もし私自身でも皆さんのお手伝いになれることがあれば、それは遠慮なく言っていただけると非常に嬉しいです。ということで本日の動画は以上となります。次回の動画でもお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。